こんにちは今日は非保保存存力力が働く場合の力学的エネルギーをを考えよよううまずは図を見てみようねこれ前回のおさらいなんだけどもボールが A 点で初速度を与えて B 点まで移動したとこの場合に何かが保存されるこれ前回やったことなんだけども注目したいのはまず物体には重力 Mg だけが働いてるよね。 重力は保存力っっていう力力だったよね保存力は一エネルギーが決まる力だった。でこの保存力が働いている場合に何が言えるかなっていうとまず点 A で物体が持つ力学的エネルギーを書くとこれ運動エネルギーだよね。でそれに一エネルギーを足した mgH を足し合わせたものが力学エネルギー。 敵エネルギーだったよね B 点の力学的エネルギーを書いてみると運動エネルギーは2分の M ラージ v 二乗これが B 点での運動エネルギー一エネルギーは MGE ラージ H これが B 点での力学的エネルギーだよねさあ重力だけが働く場合は A 点での力学的エネルギーと B 点での力学的エネルギーは同じだよね。これが力学的エネルギー保存の法則だよ、ね、前回のおさらい重力などの保存力だけが働く場合に物体が持つ力学的エネルギーが保存される。さあ今日は保存力力以外の力 非保存力が働く場合もエネルギーが保存される場合があるということを学んでいくよ。じゃあ図を見てみようねご覧の通り糸に物体を取り付けて糸の長さエルメートルですよね。物体どういう軌道を描くかっていうと。 この糸の結び目を中心として半径 l メートルのこういう円軌道を描くのわかるよね。実際にやってみようかな。またまたスタッフさんにね、えー、糸と物体を用意してもらったんだけども、見ててよ。こういう見えたかな。えー、糸に物体を取りつけて軌道はまさにこう円軌道を描くのがわかるよね。でこの運動に注目したときに働く力はって言うと。 移動途中見てみようえもちろん重力が働くよね重力は保存力だよねえもう一つ糸の張力が働くんだけどもこの糸の張力は保存力じゃない力覚えてる保存力じゃない力を非保存力って言ったよね。いい非保存力が働いてるんだ。で だけどもこの場合エネルギー力学的エネルギーについてどんなことが言えるかなっていうことなんだけども重力だけがつまり保存力だけが働く場合は力学的エネルギー保存されるよね。ところがよく見てほしいんだけども張力の方向と速度の方向は直角だよね。あれ常に 聴力と移動方向が直角だということはこの聴力は仕事しないというのがわかるよねちょっと書いてみようか、えー、つまり非保存力である聴力は全く仕事しないと仕事しないということはこの物体が持つ力学的エネルギー運動エネルギーと位置エネルギーには全く影響を与えない 重力だけが働く場合と同じように、力学的エネルギーが保存されるというのが言えるはずだよね。さあ、それをここに出ます。物体に対して非保存力が働いていたとしても、非保存力の仕事がゼロの場合ね。仕事しなければ物体が持つ力学的エネルギーは保存されるんだよ。今日はこれをしっかり覚えようね。 じゃあ練習やってみようね今日はなんと練習2台あるからねえまず練習1半径スモール R の円形の滑らかな滑り台 ABC がと滑らかなとあるよねえもちろん滑らかなというのは摩擦がないっていうことだよねえ滑り台 ABC が水平の床に点 B で接して固定されているとえ中心を O とする円弧 ABC は円の弧だよね円の弧 ABC は 円直の平面内にあり AOB90 度これね AOB が直角そして BOCBOC が60度であると質量 small m の昇球を A 点で静かに離すとあるよねもちろん静かに話すっていうのは初速度がゼロだそうしたところ C 点で滑り台から飛び出すと。 だから転がった物体が B 点通過して C 点で飛び出して放物運動を描くっていう感じになるよね重力加速度を G とする1小球が B 点通過する時の速さを求めようとさあこの最下点だよね速度は常に円に対して接線方向と考えようね。B 点通過の速度水平右向きで VB としよう。 ね A、b 点における速度を v なんだけども素えとして b と書いておいてさこの vb が知りたいとみんなどうしよう A かから B まで何かが保存されてるよね力学的エネルギーに注目したいんだけども念のため力を確認するよ移動途中この辺を通過した位置をはっきりさせるために中心と物体を結ぶ線分を書いておこういい 物体に働く力はまず重力が働く重力は保存力だよね他にどんな力が働くかなっていうともちろん接触力垂直抗力が働くよね垂直効力はこの接する面っていうのは円に対して接線方向だよね。接する面に対して直角半径方向つまり 中心に向かう方向に垂直効力が働くわけだで、この垂直効力は非保存力なんだけども仕事をしてないよねなぜかっていうと速度は常に円に対して接線方向速度の方向っていうのは移動距離って考えてもいいよ移動方向は接線方向だよね力と移動方向が直角だということは つまり垂直効力って全然仕事していないよね非保存力である垂直効力が仕事しないっていうことは物体が持つ力学的エネルギーに影響を与えないわけえつまり何が言いたいかっていうと非保存力が仕事しないんだから物体が持つ運動エネルギーと位置エネルギーの輪が保存されるのがわかるよね力学的エネルギーの保存則を使うならば B 点における速さ実に簡単に計算できるはずだ。いい。えまず最下点を一エネルギーの基準、地面を一エネルギーの基準点に定めておこう。えまず A 点での力学的エネルギーは運動エネルギーはないよね。一エネルギーはというと mgH。高さはこの最下点から測った高さはつまり円の半径。 MGR と表すことができるねこれが A 点での力学的エネルギーだ次 B 点はどうかなっていうと運動エネルギーは2分の MVB2 乗1エネルギーは最下点に来てなくなってるよねさあどうだろうあとはこれを VB について解くんだけども両辺にあるスモール m は消去しようそして VB の 2乗は両辺2倍すするるととと表すことができるよねあとは2乗を外して VB はルート 2GR と表すことができるこれが B 点における速さだいいかなえつまり A から B まではあくまでも非保存力である垂直抗力は仕事しないだからエネルギーが保存されたよね。それを利用して B 点の速さエネルギー保存の法則で計算できるんだね続いて括弧2をやってみようね昇級が C 点通過する時の速さを求めようさあ今度は C 点通過接線方向だよね接線方向速度今度は V の脇に C と書いて VC が知りたいと。どううしようかかやっぱり A から BC まで 垂直合力は仕事していないよね。えだから、A、B、C ずっと力学的エネルギー保存されてるはずだ。えそれを利用するよ。運動エネルギーと位置エネルギーの和が保存されると。力学的エネルギーの保存を利用して解くよ。えまず A 点は運動エネルギーゼロ。位置エネルギーは最下点を位置エネルギーの基準に取ったよね。えすると、m g スタートの高さは RMGR これが A 点での力学的エネルギーだったよね。C 点通過運動エネルギーは2分の small mvc の2乗だよね。そして位置エネルギーは MG さあ C 点の高さなんだけども C 点から延直線に垂線を下ろしてみるよ。いいで 直角三角形があるよね斜辺が R でまず直角三角形の底辺はいくらかなっていうと斜辺と底辺の比はコサインで結ばれるからスモール r コサイン60度だというのは分かるよねもちろんコサイン60度を考えてもいいんだけどもこの三角形は超角60度だから辺の比は1対2対ルート √3 の関係があるよね 1> 1対2斜辺が2に相当するから底辺1はもちろん斜辺の半分、まあ、だから分のだよねえということはこの場所 C 点から B 点までの距離いくらかなっていうと R から2分の R 引き算するともちろんこちらも2分の R になるのが分かるよねえ。これが C 点の高さだ。 ということは C 点における位置エネルギーは mg 高さは2分の r と表すことができるよね。さああとはこれを Vc について解くんだけどもえーまずは m 全部消去しておこう。そして2分の gr を左辺に移行し2分の Vc2 乗はと。もちろん2分の gr と表すことができるよね。両辺に二分の一があるからそれを消去するともうここまで来ると vc はルートを取ってルート gr と表すことができる。これが括弧2の答えだよね。さあ続いて括弧3を見てみよう。昇級が地面達するときの速さを求めようと。括弧にね C 点通過の速度は計算したよね。 斜めに Vc で通過しさあこのあとどうなるかな斜方投射だよねここから放物運動を描いて地面に到達するさあこの速さを単にスモール V と書いといてこれが一体いくらかなみんなどうしよう、えー、まず C から地面までは重力しか働いていないのだから。 エネルギーを保存されるのわかるよねだけどもよく考えてほしいんだけども A から B、C までは垂直効力が仕事しないから力学的エネルギーを保存されていたよね C から先、今地面に到達する場所 D 点と表した必要 C から D も力学的エネルギーを保存されているよねということは A か A から B C そして地面到達するまでずっと力学的エネルギーを保存されてるなってのがわかるよねそ会長 ABC そして D 点に至るまでに運動エネルギーと位置エネルギーはずっと保存され続けているのがわかるよねここに気づくとなんと地面達する速さは計算済みだなっての分かっちゃうんだよえどこで計算したのってさっきえ一番最初の問題で B 点通過の速度はもうすでに計算済みだったんだけども B 点と地面って同じ高さだよね。どちらも1エネルギー0だっての分かるということは B 点と D 点って運動エネルギー同じだよね。これ分かるかなえちょっとと式を書くと B 点通過運動エネルギーは2分のスモール MVB2 乗を1エネルギーはゼロだよねそして D 点通過運動エネルギーは2分の MV2 乗を1エネルギーはゼロだよねつまり B 点と D 点は運動エネルギー同じだっていうことは当然2分の1とスモール M を消去すると D 点における速さは B 点と同じ B 点における速さすでに求めたよねルート 2GR と表すことができるわけだ。どうかなつまりこの問題なんだけども A から BC までエネルギーを保存されてんだけどもそこから先もエネルギーを保存されてるだからずっとエネルギーを保存されてるっていうことに気づくと地面到達する速さは 同じ高さつまり B を通過する速さと同じだっていうのが分かるよね。練習にやってみようねバネ定数 K のバネの一端を壁に固定した端に質量 M の物体を取り付け滑らかなさあ摩擦がないっていうことだよね水平面上に置いた自然長からの伸びが D となるまで物体を移動し静かに話すともちろん静かに話すとあるから初速度はゼロだよ。 えバネが自然長に戻った時の物体の速さスモール V が知りたいという話なんだけどもまずこの場所が自然だと考えてみようねえ問題にもある通りバネが d メートル伸びるとあるので移動させるよ自然長から d メートルだけ伸ばして初速度ゼロだね初速度ロ。さあここからスタートした物体が自然長に到達する 自然中に戻ってきたけど速さスモール V が知りたいとえまず働く力を全部書きたいんだけども重力とあとは接触力だよねえもちろん垂直抗力があるよね床に接してるから垂直抗力とえもちろん弾性力が働く自然に戻ろうとする方向に弾性力が働いてるの分かるよねさあここでえ力を確認したいんだけども。 重力と弾性力は保保存存力力だよね保存力それに対して垂直抗力が非保存力なんだけどもこの垂直抗力と移動方向これが移動方向なんだけども直角だということは仕事ゼロだよね。えつまり垂直抗力非保存力仕事していないということは。 物体が持つ力学的エネルギーを保存されるのわかるよね。えー、これを運動エネルギーと位エネルギーは重力の位エネルギーはないよね。高さは変わってないからね。えー、だけども弾性エネルギー覚えてる？バネのエネルギー弾性エネルギー二分の kx 二乗があったよね。その合計が保存されることになるわけだね。さあこれを利用して。 自然長に達した時の速さを計算するんだけども最初は運動エネルギーがゼロだよねそして1エネルギー弾性エネルギー2分の k x は伸びだからもちろん D これが最初だよね自然長に達した運動エネルギーは2分の mv2 乗だそして1エネルギー弾性エネルギー自然長に達したらなくなってるよね さああとはこれをスモール v について解くだけなんだけども両辺にある二分の一は消去してえまず v 二乗について解くと v 二乗はスモール m 分の k d 二乗と表すことができるわけだあとは二、えー、乗を外してルートを取るんだけどもルートの中に d 二乗があるからルートの外に d を掘り出そうそうするとスモール v は d ルート m 分の k とと表すことができるどうかな、えー、今度も力学的エネルギーの保存を利用すると最後の速さが計算できるんだね。さあ今日のまとめなんだけども今日は非保存力が働く場合を考えてよね。 えこうやって非保存力が働いていても仕事しなければ力学的エネルギーには影響を与えないんだつまり非保存力が仕事しなければ力学的エネルギーが保存されるんだよさあこのまとめね物体に対して非保存力の仕事がゼロの場合物体が持つ力学的エネルギーが保存されるっていうことをしっかり覚えようね